えー、34歳女性、怒りの沸点が高い旦那ですが、子供ができたら性格が丸くなるという可能性にかけてみようかと考えています。えっと、そういう場合は、怒りの沸点が低いと表現します。はい。で、子供は旦、えっと、旦那は子供嫌いを主張しています。えっと、子供できても多分変わんないですよ。結局、その、沸点の低い人って、あの、実はっ点低くないんですよ。 例えば、あの、怒りやすい人って、あの、怒ってもいい人にしか怒んないんですよね。例えば、じゃあ、街、そのなんか、女の子とか、自分より弱そうに見える人にはすぐ怒るんですけど、街中で、じゃあ、その、ヤクザにぶつかった時に、ヤクザにぶち切れる人っていないんですよ。あ、やばって言って、みんな、あの、目をそらして静かになるんですよ。なので、あの、振っ低いって言ってる人って、その自分が怒るのを正当化してるだけで、実は怒ってもいい相手に対して怒ってるだけなんですよね。 なので、そのなんか会社とかで社長とか偉い人になったら、そのペコペコするけど、なんか部下とかになったら、そのなんかすぐに自分の感情を出すみたいな。というので、その、実はその管理はできてるんですよ。その感情の管理は。ただ感情の管理はできてるんだけど、それをその自分より下だと思う対し質、人に対しては向けないっていうだけなので、なので本質的にはその人自身の問題で子供ができようができまいが、それを変える気がないのであれば、厳しいんじゃないかなと思います。 なので、まあ、その、あの、ご相談いただいた34歳女性の方の、例えば親がヤクザとかで、その、怒った場合には、その、知り合いのヤクザが家に来て旦那さんボッコボコにするとかを、多分2、3回やると、もう奥さんに対して怒んなくなると思うんですよ。なので、あの、怒った場合のデメリットっていうのを体で覚えてもらうっていう方がいいんじゃないかなと思います。あの、結局、その、子供を虐待する親って一定の割合でいるんですよ。 あの、なので、その、まあ、子供に対しては暴力振るな、振らない人が多いんですけど、ただ子供に暴力を振るってしまう人というのも確実にいるので、子供ができたからといって100%解決するかっていうとそこまで安心できないんじゃないかなと思います。